ちらでは京王線の一日を鉄道模型を使って再現をすることを実践いたします。模型をダイヤ通りに知らせるためにはまず模型の概念が必要です。実際の時間で電車を動かしていきますと N ゲージはスケールが小さいので模型このまま使っているとすごいわけが分からなくなってしまいます。そこで、皆さん見ていただくことにも、飽きの来ない時間、そして運転さんの疲労の限界を考えまして、60倍の速さで1日を進めていきます。ブースのモニターに表示されているのが、時間になります。筒井川でも、折り返しなどの運用もあります。そこからぐるっと回ります。上空駅は、地下化されまして立体構造になっています。なんていう感じですか。で、上部駅はここから京王線と相模原線が分かれていきます。その分かれていく様子を、同時入線の様子をここのモニターでもご覧になることができます。でそこから進んでいきます。下野原、高畑、不動、そして京王橋橋、またお客様に近い側には若葉台、そして橋本がございます。続いて32メートルの順番まで電車の運転を行っていきます。運転する運転手さんは20人それでは京王八王子から上りの始発へ運休新宿行きを送り出したいと思います。40分の発車です。どうぞしますか。これはなんだ。始発電車それぞれの駅から予定通り発車をいたしました。桜上水からも上り下りの始発電車が出て行きます。高畑区の車両からは5000系の車両が引き上げ線に出てきましてこれから運用に入っていきます。続々と車両が運用に入り電車の本数が増えていきます。新宿駅に停車中の緑の発車予定は6時30分までです。始発電車、最終電車ともに京王線新宿ではなく新線新宿からの到着をいたしますがこれは、新線ではないと駅がない勝田駅などに停車をするための措置としてとなっています。不動が飛んできたという設定で例えば新宿線に直通する電車を全て京王線新宿に振り返る作業を行っております。本来は入らない予定の都営の車両がただいま京王線新宿に入っております。都営新宿線から出てこれなかった車両がやっと笹塚の駅に入りましたが大幅の遅れを持っての到着です。司令さんがどんな運転整理を行うのか見ものです。さあ、そろそろ蛍の光を皆さんテレビで合唱する時間でしょう。行く年来る年に行くのが長くて、今から50分後に行くと、お前の方が長くなります。Thank you.